おはようございます、コアラキラでございます。さあ今日もやきスーパールイジーやっていきましょう。まずはせっかく皆さんからいただいたコメントを紹介させていただきます。まずんぐらさんからです。この間上司が挨拶を元気よくできるやつは大体仕事もしっかりできて容量もいいと言っていましたが、できない人で真っ先にあなたが心の中で浮かびました。浮かんでしまってすいませんということです。この上司の方おっしゃる通り、大体に挨拶できる方は仕事できるパターンが多いんですけれども、私は挨拶だけできて仕事ができない非常に稀有なパターンです。ただ挨拶は大事なので、ぜひ皆さんもその点だけは見習ってください。はい、続いてですね、アバトゥースさんからです。1分40秒のポンピーノなりたいなについて、ゴンチログリのトリオ芸人のビッグスモールンですねということで教えていただきました。ありがとうございます。こちら私も気になっていました。ありがとうございます。トリオになってたんですね。いや、コンビかと思ってましたけどね。いや、なったんですね。はい、いい、そのなりたいのトリオ芸人になりたいのはいい。最後にヘルプミヘルルちゃんからです。あなたの着ている T シャツが欲しいのですが売っていますかということです。こちらですね、今私が動画でよくさせていただいている T シャツ、特にねコアロンとして販売しているってことはないんですけれども、ユニクロ U さんの、サイトで買うことができます。スヌーピーのデザインも選ぶことができますし、あとは自分で好きな文字とか数字とかも入れることができるので、もしこのゴアロンゴアチロークが欲しいという稀有な方がいらっしゃいましたら、ユニクロ U のサイトを覗いてみてはいかがでしょうか。それでは前回の続きやっていきましょう。ここのロック300のところね終わったんで、次のステージへと進んでいきます。左の方に進みます。はい、マシュマロ界の1、2枚目、3枚目やっていきます。その前になんか前回1匹食べてなかったみたいなコメントどうした。ええめちゃくちゃ大量に来てましたけど、したか、でそれはちょっと僕にも問題あると思うんで、私食べます。じゃあ、まあ、試合後でいいから。いや、その分はもう私いただきます。何その動画前に男気アピール、いや俺が食うだったらいや好感度いらねえんだよね。あなたなら最後にして。うん、オッケー、じゃあ最後に俺が食べるんで。おめえはいい、1匹は確定で。オッケーオッケー、はい、じゃあいきます。はい、ちょっと頼むよ。2枚目3枚目ね。オッケーオッケー。あ、これか。あ、これいかないと。あ、いいよ、タイミングちゃんといい。オッケーよ、ここ取って、これじゃ出していいね。あ、え、ちょっとどうする、どうする、どうする、どうする。俺、え、じゃあじゃあこれ俺取るわ。キノコいらないから取れって。それ、オッケーオッケーオッケー、もう行くぞ。滑るぞ。え、お前間違えた。何してんだよ。もう一回行こう行こう、顔上げてフェイスアップ。うん、じゃあもう俺かなり、かなりって言い方やめて、ね、そういう風に働くかも。いい、私らしく働く。ワークワイフバランスは。え、何の話してんの。え、逆に私らしくあれして誰お前、ハサウェイみたいな。え、違う YouTube の CM でありますよ。ちょっともう行くぞ。オッケー。あぶない、あ、マジでミスった。何をしてるお前こそ。え、そこで1枚目ね。これ2枚目、オッケー。行けるかい、行けるかいって言い方やめてね。行かないなら俺行くけど。あ、これ乗っていけば大丈夫かな。あ、それ行ける。あ、行けたね。ナイスナイスナイス。あれ、やっちった。そうなるのか。はい、2枚目取りました。オッケー、これ行かないと。まあ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 、ちょっと行ったあれして。あ、ここで OK。 絵はやめろ。いや、マジで褒めが増えるだろ。どれに対するじゃねえ。オッケー、どれに対しての絵。いや、え、俺また変な行動落としたと思ってないだろうな。いやいや、もう行こう行こう。まず褒めが先に来い。どう考えても言動として。言動か。怒り。危ない、危ない。やめて。だから褒め先に来い。まず褒めれるねえのか、おめえは人。来い来い、褒めて伸ばせ。そりゃそうだろ、だって主君者は俺だから。よし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 、オッケー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 。いや、いい発想だって、あそこ行ったのはマジで。いや、マジでそれはそう。はい、続いて、これ2話、ご覧ください。この2話、3枚ゲットしております。あ、ここ1枚分解さんは、0枚、記録。そらっかー。なので、全て取りに行きます。虹の上の散歩道です。いいね、なんか彩香さんの曲みたいで。さあさあ行こうね。あー、これね。え、これ気をつけて。ちょっと俺も乗せて。うわうわうわ、危ない。1枚もまだないね。あ、上にある。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、取った。オッケー、ナイスナイス。これはちょっと落ち着いて。ここオッケー、しっかり俺はこっちね。オッケーオッケー、行こう行こう行こう。ここもなんか変な、あ、あれ惜しい。あ、
お前ス、あ、ごめん、落としちゃった、ごめん。あ、でもじゃあこれ取ろう。あ、そっちか。お前、右の方行って。オッケー。お前、右行って。オッケー。そっちは？ダメ。右にいろ。右に。ナイスです。オッケー。お前、右に行って。オッケー、これ、オッケー、オッケー、いいよ、いいよ、いいよ、マジでいいよ。これなんか隠し通路みたいなことこあるかな。上、上か、この上は？ありそう。え、やめた。危ない、危ない、危ない。行こう、行こう、行こう。オッケー、行こう、行こう。よっしゃよっしゃよっしゃ。いや俺の実力だけどね。 あそっちだ、まあまあ、オッケーオッケー。俺はこっち見てたけど、はい、俺はこっちを見てたってだけ。視線が良かったってだけ。まあいいんじゃない、あ、これね、上にあるから。オッケー、ナイス。あ、ないか。え、今撮ってない。あ、撮ってねえか。どこだ、なんだこれ。ちょっと一回下行こう。オッケーオッケー。パウは、パウは、あ、パウ一回やって。うん、これで落ちてくるか。落ちてきた。オッケーオッケー、取って。オッケー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 。いやだから なんで開かないの。いやだからあれ P スイッチの間しか開かない。あ、そういうことか。でも行けよ行けよ。僕もここ行くしかない。お前ずるい。なになになになずるいって。はい、あれ、間違えちゃった。今のが今リアルが間違えた。うん、まあもう一回あるから。うーん、なんで飛んじゃったか。あそこの行き合ってまずいな。いやまずくないよ。もう見つけたから。見つけたのは俺だから、ね、見つけたの俺だけど。いや原理法則を。だからもうリンゴが落ちたあの物理学者みたいな。ニュートンです。なんでニュートンも出てこねえんだ。すいませんすいません、カラオケニュートンしてるんですけど。はい、それでは行きましょう、もう一回、はい、そうか、 P スイッチの間だけが最後。だから早めに行かないと。ちょっとあそこ行かないとダメだ、うん、P っていうか、あれか、青い輪っか、この辺はもう早めに行こう。もうこのままどんどん進んじゃって。でも危ない。それずるい。はい、いや何をしてんの、ね、お前。ずるい、いやずるいとかじゃなくて、消す必要は一個もねえよ。いや、ありえないけどね、まあ、やってること。いやだから最後あれずるいだ。関係ねえだろ、マジで。いや普通にずるいけど。いやずるとかいねえんだよ、この職場には。職場、うん、やめて、井口ファイトクラブなんだよ。ここだ、行くよ。オッケーオッケー。え、お前ふざけ倒せ。行くよって。ありえないけど、お前やってること。行かなくていい、そっちで。え、何をしてんの。いや、お前がめちゃくちゃやるから。もういい意味ない、ゴールのあれは何の意味もない。行くよ、もうこれ結構、ほんとこの辺でも急げないから。この、あと俺行くわ。うん、ちょっと危ない。俺行く俺行く。どいて。はい、はい、あー、もうこれで間に合わねえか。ちょっと本当に早めに行くしかないんだな。いや、お前使うね、もちろんだけど、うん、違う違う違う。いや違う、よし、しゃー、これこそ意味のあるプレー。オッケー、能力者に打ち勝ったぜ。ナイス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 。オッケーオッケーオッケー。ちょっとあれマジで早く行かないとな。危ない危ない。やめろよ。行くよ。もう行くよ。ちょっとキノコ取らせて。意味がない。いや、取る意味がない。やめて。マジで。うん。もう行くよ。うん。やめてよ、お前、それこそ。やめて。何をやってる。お前が何を。あ、危ない。やばい。入るしかない。いいって。あれあれあれ、ごめんごめん。じゃあ俺があのムササビ倒すから。うん、え、行くな。あ、ごめん。あ、待って待って。え、意味がわかんないことしてる、おめ。乗れてねえのか。え、何をしてる。じゃあ行ってよ。行けよ。ごめん。え、マジで。あー、おしゃれ。俺もやるわ。わかった。ごめん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 。いや、マジで意味がわかんない。オッケー。じゃあまず戦いを。うん、よかったよかったらだけど。はい、はい、見せんなよ。まあここだけど。戦い止まってここだけど。絶対やるこれ。オッケーオッケーオッケー。いい、うん、それはどうぞ、それはどうぞ。あ、どうぞ。あ、違う違う違う。あ、
いや、それで行く。違う。オッケー。今の戦いは絶対に勝てないから、俺のぶち切れる。尊厳は。尊厳が失われてた、今勝てなかったら。オッケー、大丈夫よ。やめて。やめろ。お前死ぬ。オッケー。もう行くよ、行くよ。これだけ取っとこう、オッケー。もう置いていくわ。それはやめなさい。おい、いやマジで見捨てんなって。お前プライドより大事な命なんてねえだろ。いやー、それで取れないってもんね。だからちょっとエゴ、これはただの。だからお前もさっきやった。うん、オッケー。それは忘れてない、忘れてない、オッケー。うん、あ、それなしで当然だけど。やめてよ。違う、行ってない行ってない。あっさー。オッケー。次は俺はプライドをかけた戦いになる。マジで。オッケー。ナイスでしょ、ナイスでしょ。いいよ、オッケー。マジで意地と尊厳をかけた戦いになる、次の戦いは。よろしく。マジにそういう戦いになるんで、よろしく。よろしく。いい、カズトリは。何をしてる。もうこれは捨てよ。争いの、争いの種を捨てろ。何をしてんだよ、お前は。もう無理何をしてる。お願い、生きて。え、なんでそこまで。生きて頼む。オッケー。いや、すごい生命力感じる、このチャンネルからは。いや、ちょっと待って、あと今、この次マジで大事で、もう一人乗り遅れてでも、あれ後に取った方がいいのね、あの青い輪っかを。だからお前ちょっとここは本当犠牲になって、本当にチームのために。ない、言ってるよ、わかんないけど。俺が先行くから、あとで。いやもう全然聞いてねえわ、こいつ、マジで。聞かねえわ。聞く耳。行って、行け。なぜ可能性してんだよ、聞く耳持たねえって。聞かずに進むべき一部あるだろ。時間がねえわ。お前は貢献したのね。いいじゃないでしょうか。よし。自分で能力使うなとは言って今それは。ごめん、でも、いや、最後のがすごかったから。いや、あの3枚目があまりにもすごいプレーで。オッケー。いや、全然意味が分かんないけど。よし。はい、ということで、今回はマシュマロン会3まで、クリアするという形になりました。最後の3番目、よくやった。いや、でもマジで今、よくはやった。いや、よくやったし、2回やったから。でも、最後はちょっと残念。OK。 そうね、ちょっとね、そこまで堂々先生と勝負してほしかった。堂々先生なんて言わない。リフ堂々と勝負してほしかった。最後に普通に、それはごめん、それは申し訳ない。自分で言ってることを覆してまでやることかなってのは思った。そこ、それは、その言い方やめて。それは申し訳ないです。まあ、超チャンピオンさんに申し訳ない。まあ、だからまず、前回の分は取り返したかなっていう。前回のミスは。一個食わなかったっていうのは。じゃあ、それではこの虫とともにお別れです。さよなら。はい。あ、そういえば新しいの届いたんだと。新しい虫また次回。あら、この動画いいと思ったら高評価お願いします。